はい、ひな車の世話します。はい、なんか昨日雨降ったせいでちょっと匂う。うん、はい、よいしょ。でも湿度はちょっと下がってきた。あー、で昨日の方が、あ、でもエアコンつけてたからか全然上がってない、うんうん、いつも朝が一番湿度が高いですね。曇り。さて、みんなおはよう。朝だよ。ボックスくんも生きてるかな。素晴らしい餌食べだね、みんな。はい、朝です。おはようございます。君は40番かな。餌の減りがいい。1,2,3,4 素晴らしい。どうですか。お、おうおう、餌の残りがすごくない。すごいね。あのボックスの中の人もめちゃくちゃ食べるから。うんうん。ただお水あんまり飲まないよね。そうね、全体的にそうか。干からびちゃう。昨日さ、本当だ、あのボックスの中でね、はい、逆になってた。え、どういうことですか。え、顔とケツが。へえ。あ、でもそんなことできるか。できるね。そう、だから今度作るときは、うん、あの首は通るけど、うん、頭は通らない。あー、できるかな。我々のノコギリの技術が必要ですけど。いや、でもそうしたらさ、うん、あの窒息で死にそうじゃない。頑張ってこうお腹、頭をお腹に死に、なんだろう、しまおうとして。ああ、そっちの方が怖い。首チョンパが起きる。え、うん、でもダチョウ頑張っちゃうからさ、なんとかパニックになると特に。で、首は余裕だけど頭は取らない。うん、いや、てかもうあれだね、あのボックスをもうちょっと低くする。そうね、あんな動けるとちょっと昨日すりむいてた。あ、すりむいてた。そっかそっか。あ、ほんとだ。でしょ、ああやって逆になっていくわけ。それは困った。あなたは何をしてるんでしょう。わかんない。詰まったかな、なんか首きつそうな感じ。確かに。はい。難しいね、粘点ボックスは。でもあの人は多分成功すると思う。本当？うん、進んではいなかった、昨日開けたら。あ、他の人が心配。そうだね。あいつ完全に首が。でも走れるのね。はい、おいで。あ、ほら、暑いの。餌の食べ過ぎで首輪が締まっちゃう人がいるんですよ。めちゃくちゃ動ける人だ。あれ、どこ行った。開いた。あいつか。そう、お前だ。え、おい、ね、首輪締めますじゃないよ。首輪緩めますだよ。あ、本当だ、ぴったり、ジャスト。ごめんごめん。ここらの人はタグ打ちはもうちょっと後。そうだね、もうちょっと後で。でもそんなに遠くなく。はい、来て。元気ね。よし。で、40番もね、8、多分あいつだけど。あれ、40番一番端っこのあの人でしょ。うんうん、まあ元気にやってる、うん、元気にフンばっか食ってますけどね。ああ、それはよくない。あ、あ、いいぞお前。21番、今水を置き続けましたよ。えらい。えらい。やっと気づいた。あー、でも暴れないです。昨日ね、
全く踏み出さなくなったからどうしたんかなと思ってさ、開けたらさ、ケツがこっち向いててさ出れなくなってた。そう、自分であの後ろ向けるんだけど、うん、二度と前向けないのね。あ、足が出ちゃったよ。まあ足が出ちゃっても大丈夫じゃない。まあ、まあ暴れないで。暑い。君が立てるのは夕方だけだよ。ちょっとね、かわいそうなようだけれど。でも夕方昨日ね、走ってたよ。指先で。うん。ピクピクしながら。バレリーナみたいな。うんうん。でもここの人はもう解放。解放です。解放しよう。シャッターを。開けようか。開けれる？うん。悪いな。昨日掃除したばっかなのにもうこんなに糞が。お前たち。あ、でも餌が殻だ。すごいよく食べてる。そして餌箱の中に立派な。いいね、いいよみんな。あ、ごめんごめん。暴れないで。すぐ。申し訳ない。すぐね、外がね、出れるよ。ではみんな行ってらっしゃい。ほら。ね、怖くないよ。行ってらっしゃい、外に。行ってらっしゃい。はい。はい、行ってらっしゃい。バイバイ。あ、行った。うわぁ。こいつ踊り鳥、踊り鳥って名前ですけど。うん。足、翼がちょっとね。君大丈夫かい？立てる？翼がさ、帰ってきた。うん。もげることはないの？うん。ちゃんと筋がつながっているから。もげた出血？もげちゃったことはないね。で、転んだ。あー、やめて、やめて。昨日もね、うんうん、なんだろう、昨日も雨降ってるのか気圧のせいか知らんけど、うん、いつもみたいに落ち着いてる人は一羽もいなかった。あ、すごい今日荒ぶって、あ、やっと落ち着いた。昨日もこうやって開けっぱなしで山田さんと掃除したんだけどさ、うんうん、開けてる最中も永遠にずっとダッシュしてた。うん、あ、でもその運動相まって餌めっちゃ食ってるのもあるかもしれない。ああ、それはありそうね。戻ってきてからよく食べるもんね。うん。運動って大事なんでしょ。大事大事。大きくなってからは特に。運動しないとただの肥満に。運動しないで食べてるとね。もう全体的にスターターしかあげないことになってる。そうだね。うん。こっちの人は今あるグロワーは据え置きで、足すのはちょっとずつスターター、うんうんうん、っていうことになっている。餌付けね。あ、そう。あ、うんうん。据え置きというか、でもそろそろ取り替えた方がいいような気もするけど、ね。腐る？うん。まだ大丈夫かしら。うんうん。あいつ寝てんの？死んでんの？どっち？いや、起きてる、起きてるっていうか、まだちゃんと生きてるけど、元気ない。あれ？寝てるだけだよね、君。うん、生きてる。でもそう、元気ない。かのうじて。ね。ちゃんとこんなとこ映しちゃってますけど。ね、大丈夫でしょう。疲れちゃう。わかるのかな？調子が悪いやつ、うん、調子が悪いやつをいじめちゃうんだよね。なんでですかね。でさ、調子悪いやつ、あの、みんな目がつぶれるよね。うん、疲れてね。かわいそう。はい、ご飯だよ。はい、はい、みんな。
さあみんなちゃんとスターター食べて、スターター食べてスーパーマンだよねえ、スターター食べたらスーパーマン、みんなも踊ればピーターパンってな。ピーターパンになってもお前ら食べないけど、いい食べっぷりだ。あの子もきっともう立てなくなってしまったんだろう。そういう子のためにあの粘点ボックスあるんで、そのうちねどんどん量産してひなたちを作っていきたいなと思います。はい、餌チェンジする？ねえ、お掃除もしてきればしたいですね。まだ早いかな。餌チェンジしようか。うん、分かった。はい。はい、ちょっと餌の方が連日の雨と湿気によって腐ってるかもしれないのでチェンジします。餌のあった場所が丸くきれいにここだよっていうね、ちょっとバームクーフンっぽいバームクーフンチックになってますが、あ、掃除ちょっとバームクーフンみたい。よいしょ、ないよ、泣いてるの君か、なんで泣いてるの。え、大きいのが泣いてる？ん？大きい子が泣いてる？大きいのが泣いてる。ああ、外の世界が怖いのか。はい。でも工事ってこっち側やるわけじゃないから、こっちに音はあまり来ないでしょ。うん、来ないと。でも車がリハイするのかな。そうだね、リフトとかクレーンじゃなくてショベルとかが行き来するかも。今日はもうしないのかな。うん、一昨日ぐらいはしてましたが。47番あまりビビらない。47番、そいつ、A、一番手前にいる、あ、弱ってる子に一番近い人。うんうん、でもともちゃんがほうきでガシガシやってても全然ビビってない。おお、たまにいるよね。ね、肝が座ってるというかマイペースな子、みんなが怖がっても大丈夫。14番分かるじゃん。うん、14番は昨日の掃除もね全力で邪魔してきて。いいよ、ちょっとここだけ取っちゃいたいな。なかなかすごいよ。しかもここは下が石、ああタイル、まあ、石は石で滑んなそうだけど。うん、そうだね。どうなんだろう、石は石でほら、うん、滑り止め、津波ゾーンが作れそうで。ああ、そうだね、ここだけ、ここだけね。よいしょ、はい、うん、よいしょ、なんか戻すのも楽ちんだな。うん、よし、はい、みんなお騒がせしました、ごめんね。完全にスターターになったから、うん、鍵穴もいらないのか。そうだね、いらない、あそことあっちはいらない、いらない、グリッドだけですね。で外に出れる人もさ、グリッドいるの、ね、微妙な感じ。でも石はあんまりなさそう。ああ、グリッド上げていいんじゃないかな。
1杯何杯ぐらい？カップ1杯を皿とかに入れて。はい。あ、ここにあるお皿が。ここにね。うん。このね、グリッドっていうやつが、そのガチョウたちが食べ物を食べた時に、もうお腹の中で食べ物をすりつぶす役割を担うわけなんですよ。そう、ブラキオサウルスとかさ、スーパーサウルスとかさ、胃袋の中開けると遺跡っていうのがさ入ってるわけなんですよ。で、昔の恐竜にも同じこと。はい、みんなグリッドだよ、お食べ。食べるかな。うん、まあ一人が食べればみんな食べるよね。いい食べっぷりだ。東ゴモ一杯ぐらい。そうだね。一杯一杯一杯で、うん、一杯で大丈夫です。はい。なんで泣けんの？どうした？ちょっと顔が汚いね。顔荒いな。ちょっと移動したもん。みんなよく食べるね。なんだろう、自分の体にはグリッドが必要だっていうことがよくわかる。ボックスの人にはどうグリッドあげるの？グリッド？ねえ、近くに置く？ちょっと失礼。そのうちさ、うん、そのうちボックスが綺麗に並んでる。あー、うん、何羽かねいるからな。他にもほら、餌と水とグリッドの三角形を中心にぐるーっとね、そう
一体これは何を飼育してるんだろうってなる。すごいな、あっという間に売り切れた。うん、売れないかしら。グリッドを食べれてること食べれない子がいい。うん、そうだね。居場所が悪いかも。グリッドさ、うん、グリッドも餌の上に置いちゃえば。ああ。滝川みたいに。ね、それでいいのかな。別にグリッドだけを食べてほしいわけじゃないでしょ。うんうん。ね、それでもいいか。よいしょ。誰かが蹴ってぶちまけたやつをみんなが食べるよ。うん。ボックスに入ってしまえば歩かずして餌も水も得られると。うん、他にダチョウがあのバーゲンセールみたいに殺到したらちょっと食べれないけどね。うん、痛そうだ。まだこれはね、試作品第1号なのでそのうち改良して、うん、大量生産だ。ちょっと快適に。よいしょ。中は蒸し暑いとかあんの？でも木だからね、そんなに変わらなそう。終わり。はい、すみません。はい、ということで朝の日向の世話でした。